青コーナーより柴田勝頼入場。さあ、熱きヤングライオン柴田勝頼が入場であります。コーナーより井上渉入場。さあ、炎のヤングライオン井上渉が入ってまいりました。柴田スペシャルシングルマッチ20分一本勝負を行います。青コーナー181cm 96kg 柴田勝頼。赤コーナー180cm 98kg 井上渉。柴田今ゴングが鳴りました。さあ、放送席解説は山崎さんにお越しいただいております。一言両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌のツヤがいいですよね。いい練習をしてきたんじゃないですか。ああ、そうですか。バックに回った。腕を回します。エルボーを入れていきます。ロープに飛ばした。ドロップキックであります。この試合序盤から激しい攻防戦の様相なんですけれどもね、試合のポイントはどこに置かれますか。そうですね、両者とも今日は調子が良さそうですからね。まあ、スタミナの問題は全くないですね。ああ、そうですか。頸動脈を狙ってまいります。ロープブレイクであります。組に行きます。フライングメイヤー、逆に切り返します。ロープに逃れます。リング上激しい戦いですが、まあ、レスラーっていうのは本当によく練習を行います。そうですね、まあ、レスラーっていうのは練習するのが仕事みたいなもんですから当然なんですけど、練習することは要は自分の体を守るっていうことになるわけですからね。確かにそうなりますよね。エルボーブレンバスターに取り、あっと逆に丸めていった。ここで休みたくないですね。ここは仕掛けたいですね。キックを打っていきます。あの名レフェリー柴田勝久を父に持ちます、この柴田勝頼。俺は七光は嫌だ、俺が親父を光らせてやる。21世紀の負けず嫌い王が今日も熱く叫んでまいります。こういう技を見てても受け身を取ってますよね。まあ普通の人が見ると痛そうに見えるかもしれないけど、レスラーは受け身の練習を嫌というほどやってますからね。そうですよね、本当にレスラーは日々の努力と言いますが練習をよくしますもんね。そうですね。腕を取ります。肘を打ち込んでまいります。行くのか、テイクダウンを奪います。ロックアップ、そのまま倒してまいります。アキレス腱固めに入ります。組み合います。ロープに振った。この辺り気迫がすごいですね。そうですね、こうやって感情を表現できるっていうのはプロとしての強みですよね。あっとエルボー、小脇に抱え、エルボーでブロック。
います。水車落とし、この辺りうまいですね。そうですね、こういった攻めっていうのは流れを自分のリズムに持っていきますからね。蹴りを見舞ってまいります。逆に振り返して走り込んでのデルボー、カウントが入ります。アキレス腱固めに移行します。ロープに逃れます。行くのか、コーナーに振って肘を打ち込んでまいります。デルボー組みに行きます。コーナーに振った、
コーナーよりブルーウルフ入場。さあ、その声援に後押しされるかのように入場してまいります。赤コーナーより腰中志郎入場。男が男になるとき、ド演歌ファイター腰中志郎が入ってまいります。スペシャルシングルマッチ20分一本勝負を行います。青コーナー183センチ、110キロ、ブルーウルフ。赤コーナー185センチ、104キロ、腰中志郎。ゴングが打ち鳴らされてまいりました。さあ、放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。組みに行きます。ボディスラムで投げてまいります。スタンディングを取らせます。掴みます。序盤戦から目が離せない展開ですね。そうですね、どちらが優勢とかじゃなくて、お互いに意地がありますからね。行くのか。ボディスラムで叩きつけます。蹴りを見舞ってまいります。腕を捉えます。腕に照準を絞るのでありましょうか。チョップであります。抱えます。技っていうのはたくさん出せばいいってものじゃないんですよ。一つの技を大事に使うことがある意味プロとしてのビジネスでしょうね。ああ、なるほど。ストマックを狙ってまいります。組み合います。ボディスラム、エルボーを入れていきます。させません。あとリバースで返してまいります。技の仕掛け早いですね。勝ちに行ってますね。抱えます。エルボー、腰を落とします。耐えます。抜けてまいります。ドロップキックであります。肘を打ち込んでまいります。この辺り気迫がすごいですね。そうですね、こうやって感情を表現できるっていうのはプロとしての強みですよね。行くのか。パンチで返します。抱えます。カット、エルボー、キックを打っていきます。腕を回、打たせません。エルボーでブロック。腕を取ります。こうやって攻められると厳しいですね。後で踏ん張りが効かなくなりますからね。ああ、そうですか。ここは戻ります。この辺り入ってますね。そうですね、こういうの想像以上に効いてますよ。ボルテージが上がります。あります。ロープに振った。エルボーを入れていきます。
バックにもジャマスベッサーカウンター2返しました。回転組み合ったフロントから落としていった。掴んだ、打っていった、蹴り上げていく、強烈に締め上げる、ハンマー気味のパンチ。いけるか、締め上げていった、ハンマーパンチ強烈、引き起こす。バックにはスリーパーホールド、エルボーを入れていく。さあ渾身の力で締め上げる。完全に打ってますよ。コーナーに振った、ジャンピングヒップアタック、ストッピング強烈、抱えた、プレーパスターで投げつける、抱き起こす、ヒップアタック強烈、足を取った、トップロープを狙う、ハンガーを落としていく、腕をフックした、腕を殺していった、立たせていく、組み合った。10分経過、テンポにモマが叩きつけていった、起こした、エルボーを打ち込む、コーナーに振ってストッピング、立たせていく、
青コーナーより竹村克志入場。さあ、無我のヤングライオン竹村克志が入場であります。赤コーナーよりアキラ入場。さあ、ムービースターのこの男アキラが入場であります。スペシャルシングルマッチ20分一本勝負を行います。竹村青コーナー178センチ100キロ、竹村勝志。赤コーナー180センチ99キロ、アキラ。今ゴングが鳴りました。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあ、ではそのあたりを注目してまいりたいと思います。行くのか、逆に振り返した、組に行きます。フロントからの締めを見せてまいります。パンチを打ち込んでまいります。蹴ってまいります。キックを打っていきます。このあたり、まさにプロのレスリングであります。ロックアップ、コーナーに振って、させません。リング上激しい戦いですが、まあ、レスラーっていうのは本当によく練習を行います。そうですね、まあ、レスラーっていうのは練習するのが仕事みたいなもんですから当然なんですけど、練習することは要は自分の体を守るっていうことになるわけですからね。ああ、確かにそうなりますよね。あっと、エルボー、フライングメイヤーで倒します。こういった地味なんですが、レスリングの展開っていうのは想像以上にスタミナがありますからね。いい攻めだと思いますよ。はい、立ってまいります。場外に落とします。リング内に戻ります。組み合います。ボディスラムで投げてまいります。ロックアップ、スラムで叩きつけます。ギロチンを落とします。組に行きます。倒してまいります。バックからスリーパーに入ります。ロープブレイクであります。組み合います。ロープに振った。ああ、このあたり気迫がすごいですね。そうですね、こうやって感情を表現できるっていうのはプロとしての強みですよね。見舞ってまいります。フライングメイヤー、
してても受け身を取ってますよね。まあ普通の人が見ると痛そうに見えるかもしれないけど、レスラーは受け身の練習を嫌というほどやってますからね。そうですよね。本当にレスラーは日々の努力と言いますが、練習をよくしますもんね。そうですね。ロープに飛ばした。逆に返します。ドロップキックを見舞ってまいります。打ち込んでまいります。ボディースラム、エルボードロップ行くのか。リング下に落とします。リング下に降ります。バックに回ってジャーマン、キレる人間鏡。リングに戻ります。リングに戻ります。逆水平、これですね、一発が。ゴリラホールパイルドライバー、トップロープを狙う。全体重をカウント2、返しました。キック、ユニットが結成されました。その姿を今表します。
赤コーナーより金本浩二ブラックタイガー入場。タッグマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー180センチ92キロ、エルサムライ175センチ98キロ、ドクトルラグナー順位派。赤コーナー180センチ90キロ、金本浩二。176センチ98キロ、ブラックタイガー。木槌がゴングの眠りしてまいりました。さあ、放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。掴みます。ストマックに突き刺さります。ここでタッチです。ロックアップ、逆に返します。あっと、逆に切り返した。ロープブレイクであります。足を抱えます。後頭部返事。行くのか。まあ、レスラーは常にペラとの戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは失格ですからね。怪我をして穴を開けてしまえば、ファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。組みに行きます。フライングメイヤーで倒します。組み合います。倒してまいります。ストンピングです。掴んだ。ストマックへの攻撃であります。行くのか。逆に振り返して、組みに行きます。リング下に落とします。この辺りの空中殺法はいかがですか。そうですね、こういった飛び技は高さがありますからね、見た目以上にダメージがあるんですよ。そうですか。キックを打っていきます。リング内に戻ります。リング内に戻ります。ロックアップ、ロープに引った。
置してまいります。リング下に降ります。首を見舞ってまいります。わっと鉄柵、フロントからのキック、掴んだ。ラフな展開になるのでありましょうか。リング内に戻ります。リング下に降ります。リング内に戻ります。リング内に戻ります。ストンピング、蹴りつけてまいります。掴んだ。ラフ殺法に転じます。組み合います。逆に振り返した、ドロップキックであります。スイッチしてまいります。エルボー、スーパーボンで入っていった。ここでタッチです。組み合います。逆に振り返して、10分ドロップキックを見舞ってまいります。足を取ります。エンジン蹴り、鋭いキックです。組みに行きます。こうやってプロとして戦っていく中で、組っていうのはものすごく大切な部分なんですよ。組一つで世界が取れるって言ってもいいぐらいですからね。ああなるほど、ブリッジも受け身も首ですもんね。当然そうですね。蹴りをぶち込みます。ローキック、膝へのキックです。ロックアップ、逆に振り返した。すごいですね。そうですね、こうやって感情を表現できるっていうのはプロとしての強みですよね。ドロップキックを放ってまいります。行くのか、返してまいります。ロックアップ、ボディースラムで叩きつけます。足を取ります。耐えます。行くのか、フライングメイヤー、ドロップキック、足を抱えます。キャプチュード、ローを打ってまいります。打ち込んでまいります。ここでタッチです。投げてまいります。実況席まで鈍い音が聞こえてまいります。あります。組み合います。逆に振り返して、 DDT で振り返します。リング下に降ります。リング下に降ります。抱えます。背骨を狙ってまいります。ストンピングをアンクルロック持っていった。リングに戻ります。ストバックを狙っていく。トップロープを奪う。トップロープミサイルキック。さあこれは逃れる。
正面から投げを見舞った。キックいけるか。対角線に飛ばした。ラリアット、ストンピングを叩き込む。ガゼット組はあっと返した。20分経過、先制ミニスパー。逆水平、蹴り上げていく。ローリングしたら蹴った。腕をフックした。蹴っていった。さあタッチ。足を狙っていった。チョップ強烈。
青コーナーより邪道下道入場。鳥肌が立つというのはこういうことを言うのでありましょうか。歓声が鳴り止みません。赤コーナーより獣神サンダーライガー田中実入場。新たな領域に一歩足を踏み入れる。その時男たちの胸には何が去来するのでありましょうか。けど邪道スペシャルタッグマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー180センチ96キロ邪道。174センチ90キロ下道。赤コーナー170センチ95キロ獣神サンダーライガー175センチ90キロ田中ミノル。運命のゴングが打ち鳴らされました。さあ山崎さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか。そうですね、この試合はお互い負けるわけにはいかないですからね、そのあたり注目じゃないですか。なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね。逆水平を打っていきます。ロックアップ、ロープに飛ばした。浴びせ蹴り強烈、ボディースラムで叩きつけます。僕もそうだったんですけど、プロっていうのは怪我に対する恐怖感がいつもつきまとうわけですよね。まあ僕なんかの場合は試合前に塩をまいたりとか、そういうことをして精神面を吹っ切ったりしてましたよ。ああ、なるほど、そうだったんですか。強烈に打ち込みます。ストバックに突き刺さります。パンチで返します。ガードします。顔面へのキックです。組み合います。コーナーに振った。ストンピーが蹴りつけてまいります。腕を取ります。腕を殺してまいります。腕を捉えます。あっとエルボー、行くのか。コーナーに振って、こういう技なんですが、次の日耳ずばらになるんですよね。そうですね、でもレスラーですから
逃げることは許されませんからね。ストンピングです。腕を捉えます。こういう執着心よろしくですね。痛めつけられますと苦しいですよね。まあそうですけど、勝負ですからね。泣き言言ってられませんよ。そうですよね。ボディスラムです。フロントからのキック。腕を取ります。肘を打ち込んでまいります。蹴りを見舞ってまいります。倒してまいります。引き起こします。腕を取ります。返してまいります。蹴ってまいります。ロックアップ。逆に振り返して、あっと巻き投げてまいります。行くのか。ロープに引った。巻き投げてまいります。ここでタッチです。ナックルを打ち込んでまいります。放ちます。抱えます。キックを打っていきます。後頭部円錐。この後に一気にスパークしてまいりました。そうですね、気合が乗ってますよね。いいと思いますよ。足を取ります。円錐蹴り。この辺りのグランドサッカーなんですが、いかがですか。そうですね、こうやって攻めることによって自分の展開っていうんですか、ペースに持っていけますからね。そうですか。パンチを打ち込んでまいります。スイッチしてまいります。腰を落とします。10分経過。ボールを返します。
噛みしめた。Thank you.
持ってきたいですね。ここでスイッチ。後藤辰俊入場。さあ、人生バックドロップ、後藤辰俊が入場してまいります。真壁真也入場。さあ、闘魂ヤングライオン真壁真也が入場してまいります。スペシャルシングルマッチ、30分一本勝負を行います。青コーナー、180センチ、115キロ、後藤辰俊。赤コーナー、181センチ、110キロ、真壁真也。運命のゴングが打ち鳴らされました。実況席には山崎さんをお呼びしています。さあ、両選手の眼差しご覧になってどうですか？そうですね、この舞台でね、プレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。フロントからのキック、抱えます。いや、序盤戦から目が離せない展開ですね。そうですね、どちらが優勢とかじゃなくて、お互いに意地がありますからね。乾いた音が館内に響きます。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを落としてまいります。蹴ってまいります。ハンマーを振り下ろします。チョップがうなってまいります。ヘッドロックで締め上げてまいります。ロープに逃れます。逆水平。まあ、レスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは失格ですからね。怪我をして穴を開けてしまえば、ファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。フライングメイヤー、組み合います。巻き投げで切り返します。もはやもうヤングライオンという枠でくくるわけにはいきません。この真壁真也、新日ジュニアに真壁ありという現在、同期でもありますあの藤田和之の存在は、この男の走行を燃え上がらせる要因になっているのは言うまでもないでしょう。こういう打撃系の技はね、それはガードした方が楽なんですよ。だけどレスラーっていうのは、あえて相手の技を受け止めるぐらいの懐の深さがないとダメなんですよ。そうですよね、そこがレスラーの凄みですよね。そうですね。腕をフックします。
キックを打っていきます。蹴りを見舞ってまいります。リバースで返した。こういうフォールを返すっていうのは意外とスタミナを使うんですよ。だから何回もフォールされるときついですよね。まあスタミナをロスするわけですね。蹴ってまいります。組みに行きます。フロントからの締めを見せてまいります。パンチを打ち込んでまいります。メキシカン式の締めを見せてまいります。行くのか。バックブレイカーで落としてまいります。首を締め上げてまいります。ロープブレイクであります。ブレインバスターに取ります。ブレインバスターで叩きつけます。起こします。待ってまいります。そのまま後ろに落としていった。打たせない。おっと外した。蹴り上げていく。もうこれは無酸素状態ですよ。はい、まさにレスリングハイですね。ストッピング強烈。掴んだ。強烈ヘッドバット。いけるか。Yeah.
佐々木健介、飯塚隆入場。遠雷のような地響き、選手たちのトーチに火が灯る瞬間であります。赤コーナーより長野正弘、スコット・ノートン入場。歓声が鳴り止みません。スペシャルタッグマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー180センチ115キロ佐々木健介、181センチ105キロ飯塚隆、赤コーナー186センチ108キロ長野正弘、188センチ150キロスコット・ノートン、積み切ったレールが打ち鳴らされてまいりました。さあ、放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。ロックアップ、パンチで返します。掴みます。この辺りラフに転じてまいります。フロントからのキック、投げてまいります。腕を取ります。あっと、エルボー、腕を捉えます。エルボー、ここでタッチです。脇固めに移行してまいります。ロープに逃れます。まあ、レスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは失格ですからね。怪我をして穴を開けてしまえば、ファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。リング下に降ります。行くのか。こうやって気持ちが前に出る姿っていうのは見ていて気持ちいいですよね。そうですよね、なんかスカッとしますよね。リング内に戻ります。組みに行きます。決まり具合どうでしょう。ちょっとポイントがずれてますね。掴んだ、逆に返します。組み合います。アップを返します。チョップであります。組み合います。投げられた時に受け身で立ってますけど、プロレスの受け身っていうのは柔道やレスリングの受け身以上に難しいものですからね。だから反復練習っていうのはとても大切になってくるんですよ。ああ、そうなんですか。
掴んだ。エルボーで返します。行くのか。ボディスラムです。組に行きます。フライングメイヤー蹴りを見舞ってまいります。そのまま倒してまいります。ロックアップ、ロープに飛ばした。そのまま後ろに投げてまいります。ああ、この辺りねちっこい展開ですね。そうですね、こういった攻めっていうのは相手からしたら非常に嫌なものですからね。そうですよね。ラフサッポーに転じます。参ります。組に行きます。コーナーに振って、行くのか。打たせません。掴みます。音が館内に響きます。蹴ってまいります。逆に振り返した。ロックアップ返してまいります。組み合います。テイクダウンを奪います。行くのか。切り返します。逆にバックに回った。膝を打ちつけてまいります。足を狙ってまいります。腕を取ります。肘を打ち込んでまいります。腕を回します。キックを打っていきます。耐えます。抜けてまいります。蹴りを見舞ってまいります。スイッチしてまいります。させません。ここは戻ります。組に行きます。フライングメイヤーで倒します。スリーパーホールドに入ります。ロープブレイクであります。組み合います。フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーを落としてまいります。ロックアップ、フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーを振り下ろします。ここでタッチです。合体してのパワーパー。パンチを打ち込んでまいります。行くのか。パンチで返します。組み合います。ロープに振ってストマックでの攻撃であります。ドロップキックであります。
リング上はリバースボストンクラブの体勢です。ロックアップ、倒してまいります。バックからスリーパーに入ります。腰を落とします。これを切ると苦しいですね。そうですね、今の技ちょっと頭から落ちましたからね。スイッチしてまいります。リング下に降ります。ブレンバスターに取ります。させません。振りほどきます。リング内に戻ります。逆水平、組みに行きます。ロープに引った、ショルダーアタックで倒します。ラリアット投げ倒し、そのまま腕を固めていきます。組み合います。逆に投げてまいります。カイナ力で締め上げてまいります。ロープブレイクであります。打ち込んでまいります。組みに行きます。巻き投げで切り返します。小脇に抱えます。岩石落として叩きつけます。起こします。ロックアップ、コーナーに振った。スイッチしてまいります。行くのか、ロープに引った。相手技で倒れることが弱く見られがちですけど、これは相手の攻撃を受けてそれをうまく流してるんですよね。あ、受け身を取っているというわけですね。そうですね。フロントからのキック。20分経過。パンチで返します。逆に返します。キックを打っていきます。取ります。かわず掛けで倒します。足を取ります。バックに回ります。グラウンドに持ってきたらネットロック。蹴ってまいります。組み合います。フロントのヘッドロックに取ります。乾いた音が館内に響きます。バックに回ります。エルボーを入れていきます。倒してまいります。ここでタッチです。倒します。スリーパーで締め上げます。ロックアップ、対角線に飛ばした。ドロップキックを見守ってまいります。ここでタッチだ。
かれました。のど輪に捉えた。長距スラム豪快引き起こし、あと耐えた。さあタッチ、蹴り上げていく、巻き投げで切り返した。立たせていく。残り試合時間3分、そのまま締め上げる。ハンマー気味のパンチ。ガジェット組はビクトル式に持っていった。さあ決まるか。完璧にたどり着きました。ですね、すごい気迫ですよ。ヒートアップしてますよね。棚橋博士入場。さあ、強烈なユニットが結成されました。その姿を今表します。より天山広義、広斉藤入場。異様な雰囲気が立ち込めてまいります。館内はボルテージ最高潮であります。社長、天山スペシャルタッグマッチ45分一本勝負を行います。青コーナー184センチ150、藤波辰巳181センチ107キロ、棚橋博士。赤コーナー183センチ115キロ、天山広義。175センチ108キロ、広斉藤。澄み切った音色が打ち鳴らされてまいりました。さあ、放送席解説は山崎さんにお越しいただいております。一言両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌のツヤがいいですよね。いい練習をしてきたんじゃないですか。ああ、そうですか。
マンハッタンドロップに取ります。組に行きます。フライングメイヤー。バックからスリーパーに入ります。ロープに逃れます。ロックアップ。巻き投げで切り返します。腕を回します。させません。外してまいります。足を抱えます。パンチで返します。掴んだ。キックで返します。掴みます。ラフな展開になるのでありましょうか。まあレスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは失格ですからね。怪我をして穴を開けてしまえば、ファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね。確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。ラリアット組み合います。させません。行くのか。リング上はヘッドロックの体勢。ロープブレイクであります。こういう打撃系の技はね、そりゃガードした方が楽なんですよ。だけどレスラーっていうのはあえて相手の技を受け止めるぐらいの懐の深さがないとダメなんですよ。そうですよね。そこがレスラーの凄みですよね。そうですね。組み合います。こういった地味なんですが、レスリングの展開っていうのは想像以上にスタミナを奪いますからね。いい攻めだと思いますよ。はい。エルボきます。フロントからのキック、エルボーでブロック。蹴りを見舞ってまいります。逆に返します。張ってまいります。耐えます。簡単にはいきません。ロックアップ、切り返します。スイッチしてまいります。ダブルで決めていった。組みに行きます。ボディースラム打ち込んでまいります。ロープに引った。気迫がすごいですね。そうですね。こうやって感情を表現できるっていうのはプロとしての強みですよね。キックを打っていきます。掴みます。ラフ殺法に転じます。乾いた音が館内に響きます。行くのか。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを振り下ろします。先頭背面落としです。ロックアップ、ネックブリーカードロップ。リング下に降ります。リング下に降ります。足を取ります。させません。バックにもスリーパーで締め上げます。リング内に戻ります。リング内に戻ります。張ります。逆に振り返した。走り込んでのエルボー。乾いた音が館内に響きます。10分経過。ロープに飛ばした。10ミニッパー。蹴ってまいります。パンチで返します。
ります。フライングメイヤーで倒します。行くのか。さあ粘着室よろしく。締めに転じてまいります。ロープブレイクであります。組み合います。この辺りの攻防見逃せませんね。そうですね、お互い研究してますね。掴んだ。頭突きを打ち込みます。ロックアップ。リング下に落とします。ボルテージが上がります。組みに行きます。あっと鉄柵。にわかに館内の温度が上昇してまいります。リング内に戻ります。打ち込んでまいります。行くのか。返してまいります。タックルで打ちかまします。リング上は逆片指固めの体勢。ロープに逃れます。張ります。スリーパーに捉えます。乾いた音が館内に響きます。ボディスラムです。先頭を見舞ってまいります。ここでタッチです。15分経過。15ミリスパース。腰を落とします。打たせません。リバースで返します。スタンディングを取らせます。組み合います。投げてまいります。スリーパーホールドに入ります。ドロップキック。掴んだ。いやらしい攻めを見せてまいります。ロックアップ。アップを返します。レトルトの技を繰り出してまいります。ロープブレイクであります。腕を捉えます。肘を打ち込んでまいります。フロントからのキック。蹴りを見舞ってまいります。腕をフックします。耐えます。打ち込んでまいります。ネックブリカードロックで落としてまいります。首を締め上げてまいります。ロープに逃れます。心の連携が冴え渡る。あります。抱えます。 DDT。 足を抱えます。耐えます。掴みます。スイッチしてまいります。組みに行きます。場外に落とします。リング下に降ります。立ってまいります。見栄を切ってまいります。リング内に戻ります。逆水平を打っていきます。逆に投げてまいります。掴みます。モンゴリアンチョップ。強烈。
定です。掴んだ、モンゴリアを打ち込む、引き起こします。いきます、倒してまいります。そのまま絞り上げます。ロープブレイクであります。組み合います。フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーを落としてまいります。行くのか。投げ技を使う格闘技っていうのはね、どうしても受け身っていうのが必要不可欠なんですよ。プロレスは柔道やアマレスと違って投げられたら終わりじゃないですから、そういうところがプロレスの大変なところですよ。なるほど、投げられても立っていかなければなりませんもんね。そうですね。ボディスラムで投げつける、強烈ヘッドバット、腕をフックした、足を決めていった。
足を抱えた。あ、ドラゴンスクリュー、肉体を躍動させる。西村治、鈴木健三入場。新たな領域に一歩足を踏み入れる。その時、お友達の胸には何が去来するのでありましょうか。赤コーナーより永田裕二、中西学ぶ入場。というのはこういうことを言うのでありましょうか。歓声が鳴り止みません。中西スペシャルタッグマッチ、60分一本勝負を行います。中田、青コーナー、186センチ、105キロ、西村治、191センチ、120キロ、鈴木健三。赤コーナー、183センチ、108キロ、永田裕二。
186センチ、120キロ。中西学ぶ。打ち鳴らせ、今ゴングだ。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。ハンマーを落としてまいります。組み合います。テイクダウン。組みに行きます。フロントからの締めを見せてまいります。パンチを打ち込んでまいります。腕に照準を絞るのでありましょうか。フロントからのキック、クラシカルなエルボースマッシュ。切り返します。腕攻めに転じます。リング上の両選手なんですが、表情をご覧になって両者とも気合が充実しているとみてよろしいでしょうか。そうですね、二人とも朝の出がいいですよね。これは調子のいい証拠ですよ。ああそうですか。ここでタッチです。肘を打ち込んでまいります。フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーを振り下ろします。スイッチしてまいります。抱えます。なんとリバースで返してまいります。行くのか、逆に投げてまいります。ロックアップ。さあ粘着質激しいこの寒い瞬間ですか。そうですね、スタミナを奪うにはいいんですが、これで決めるのは難しいんじゃないでしょうかね。あ、そうですか。リバースで返します。ロープブレイクであります。組みに行きます。ドクジャがあばらを締め上げてまいります。ロープに逃れます。腕をフックします。させません。バットリバースで返してまいります。組み合います。ボディスラムで投げてまいります。腰を落とします。乾いた音が館内に響きます。蹴りを見舞ってまいります。フロントに捉えます。打たせません。掴んだ、膝を殺してまいります。足を抱えます。足に照準を絞るのでありましょうか。蹴りをぶち込みます。エルボーを入れていきます。顔面を狙ってまいります。ロックアップ、あばら折りに持っていきます。ロープに乗れます。行くのか、フロントのヘッドロックに取ります。乾いた音が館内に響きます。行くのか。こういう技を見てても受け身を取ってますよね。まあ普通の人が見ると痛そうに見えるかもしれないけど、レスラーは受け身の練習を嫌というほどやってますからね。そうですよね、本当にレスラーは日々の努力と言いますが練習をよくしますもんね。そうですね。ここでタッチです。キックを打っていきます。
イな力で締め上げてまいります。ロープブレイクであります。腕を取ります。10分経過。腕を狙ってまいります。張ってまいります。考えるようになります。そうですね、こういった技っていうのは見た目以上に重いですからね。そうですよね。逆に返します。打ち込んでまいります。ロックアップ、フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを落としてまいります。膝へのキックです。掴んだ。ストマックを狙ってまいります。掴みます。ヨーロピアンエルボー。掴みます。足を殺してまいります。蹴ってまいります。プロレス技のイロハ、クラシカルな展開であります。ロープブレイクであります。掴んだ。立ち上げ式で打ってまいります。ハンマーを振り下ろします。腕を回します。おっと、丸めていった。カウント2つで返してまいります。蹴ってまいります。対角線に飛ばした。組み合います。逆に振り返して、フロントに捉えます。耐えます。15分経過。組み合います。ロープに来ました。顔面を蹴り上げます。行くのか。フライングメイヤー。館内がどよめきます。腕をフックします。 DDT でマットに突き刺します。掴みます。パンチで返します。スイッチしてまいります。ダブルで決めていった。起こします。キックを打っていきます。腕を捉えます。腕を殺してまいります。抱えます。パンチを打ち込んでまいります。バックに回ります。岩石落とし、バックドロップであります。ロックアップ、逆に振り返した。ここでタッチです。脳を打ってまいります。組に行きます。フロントからの締めを見せてまいります。パンチを打ち込んでまいります。掴んだ。鋭いキックです。
からのヘッドロックに移行します。ハンマーを振り下ろします。レトルトの技を繰り出してまいります。強烈なキックです。組み合います。ロープに引いてサイドからオブラツイスの体勢、ロープに逃れます。させません。振りほどきます。こうやって気持ちが前に出る姿っていうのは見ていて気持ちいいですよね。そうですよね。なんかスカッとしますよね。リング下に降ります。逆水平、腕をフックします。強烈であります。 DDT。 リング内に戻ります。アピールをしてまいります。組みに行きます。あっと、そのまま倒します。エルボー入ります。腕を取ります。腕を殺してまいります。ロックアップ、ロープに引った、入れていきます。ここで休みたくないですね。ここは仕掛けたいですね。行くのか。ボディスラム、ストンピングを叩き込んでまいります。フロントからのキック、スラムです。小脇に抱え上げて、3つ入りません。チョップ強烈。もうこれはミスト状態ですよ。まさにレスリング。すごい形相で締め上げていく。カウント入る。カウント 2.5。 心の連携が冴え渡る。いけるか。強烈に締め上げる。ハンマーパンチ強烈。膝を壊しに行った。ここでタッチだ。ノーザー行くのか。ノーザーライト。カウントは2つ。小脇にかかったバックドロップ。
と組み合った。あっ、逆にパンチ。いけるか。そのまま締め上げる。さあ
スだ。
組み合った、そのまま水車落とし、あっと足をアルゼンチンのように持っていった、ロープブレイク、ロープブレイク、ここでタッチだ、気合を入れた、そのままタイが食べ、岸壁の母の胸に抱かれました、いけるか、ロープに振って足を取った、パッと返した、ガチッと組み合った、ロープに振った、グラウンドコブラに持っていった、カウント 2.5、 まだまだです、抜くのか、ハイジャックバックブリーカーに取った、強烈な